DD1537DD15 DD 系ディーゼル機関車は1962年から日本国有鉄道が製造した液体式除雪用ディーゼル機関車である。入れ替え用ディーゼル機関車である DD13 型の111号機以降、ベースに開発された除雪用ディーゼル機関車で1962年から1966年に、 かけて50両が日本車両製造で製造された。大型のプラウ型ラッセル装置を機関車本体の前後に装備する構造で、1両での除雪作業を可能とした。従来の雪かき車、機100系、機550型を機関車で推進していた作業法に比して、専用の車両や折り返し地点での方向転換作業を不要とした。ラッセル装置を外せば、 DD13 型と同等の入れ替え機として使用可能であり、通年使用が可能な除雪車として、車両運用効率の向上に寄与した。ラッセル装置装着時の軸重が15.5トンに達し、一部の線区で使用できないこと、ラッセル装置の脱着にクレーンを用意し投機は、一般運用との兼用が困難であることから、 ラッセル装置を台車付きの前頭車とした、デ15系ディーゼル機関車が開発されるとともに、製作を終了した。1987年の国鉄分割民営化に、あたっては、19両が東日本旅客鉄道に、13両が西日本旅客鉄道に承継された。機関車本体は中央に運転台を廃し、前後のボンネット内に機器を収納する。 センターキャブと称する方式で、外観や機器構成は DD13 型と概ね同一である。本形式特有の仕様として、運転台のシールドビーム式補助全焼灯、窓の雪切りランボード状のラッセル、装置金定用ブラケットなどがある。ラッセル装置搭載による重量増加を考慮し、軽量化のため台枠の厚みは、 DD13 型の 200mm から 150mm に薄くしたほか燃料タンク容量は 2000L から 1500L に縮小された。駆動機関は直列6気筒ディーゼル機関 DMF31SB 型を2機搭載する。これは DD13 型の7次車に搭載された出力、増強型と同一で新構造機製のリスホルムスミス式液体変速機。 DS1.2、1.3号系、ウィングバネ式の DT113 型台車も DD13 型7次車以降と同一のものである。初期型では、雪かき主翼、フランジャー、補助翼の動作を空気シリンダーで行っており、前頭屋根上に主翼開閉用の大型シリンダーを乗せていたが、1972年に主翼の開閉のみ、油圧作動に改造された。 3号機以降は、主翼等の動作はすべて油圧作動となっている。42号機以降は、雪かき翼の開閉、フランジャーの上下動を、地上の指示をもとに、自動で行うようになった。1966年に DD13 型の台車改良に合わせ、本形式も台車を d t 1 1 3 d 型から d t 1 1 3回形に変更した。 車両番号は300番台として区別される。ラッセル装置は進行方向の左側に除雪する伏線型で機関車本体の連結器と台枠状のブラケットを介して固定する。脱着にはクレーンによる作業を要する。16号機と17号機は1968年にニーツ工場で単線系のラッセル装置に改造された。 2007年4月21.22日に運転された快速、魚沼号多だ線仙台白川駅にて本形式は、軸重が重く入線区間は制限されるが、これは除雪作業中の脱線防止には有利に働く。また、除雪時の方向転換や作業点検も勘弁であることから、ラッセル式除雪車両として手15型が主流となって、以降も、 除雪専用機として徴用された。一般の列車牽引に用いる用途が途絶したため、除雪装置の着脱は通常行われなくなり、前述のヘッド着脱に関する手間の問題は事実上消滅した。だが、これは当器以外の時期は全くの有給車両となることを意味する。除雪以外では稀に臨時列車の牽引に用いられる事例もあった。 製造から40年以上が経っており、老朽化が激しくなったため、JR 東日本では ENR-1000 系統排泄用保守用車の導入で2010年までに全機が廃車となり、JR 西日本ではキ i a 1 4 3型による置き換えが進められた。2013年4月時点では、JR 西日本と山地域鉄道部に5両、福市域鉄道部に2両が在籍していたが、 2013年7月に39が廃車。2017年3月に10、13、14、15、31の5両が廃車されている。最後まで残っていた11も、同年6月30日付で廃車され、廃形式となった。ありがとうございます。